お疲れ様です。こんばんはです。ライトがこうあ、眩しい。お疲れ様です。本日で終わり、正月休み、パチモス協会でございます。 DIY をやりきった男、パチモス協会でございます。この6日間の休み、毎日欠かすことなく、1日だけは夜飲みに行きましたけども、それ以外は正月休みに放けることもなく、毎日毎日朝の8時から夜の8時までもっとやってたかもしれないDIY をやっておりました。夜の8時までやってなかったかな。カフェオレ飲みます。というわけでね、本日も1月2日ですけど、4日かですけども、夕方に新居でライブをして、歩いて若干小雨の中帰ってきまして、シャワーを浴びて、そしてウォーキングデッドを見て、ストーブをつけてますけども、これでお湯が沸いたので、ただいま8時51分なんで、スイーツタイムに入りたいと思います。ショートケーキ 30% オフ、いわゆる3割引きです。ありがとうございます。買いました。ついにここに来て、クリスマスもろくなケーキを食うていないね。ここに来てちゃんとしたケーキを食おうと思ったら、スプーンもフォークも何もつけてくれへんかった。仕方がない、手で食いましょう。いただきますね。明日から仕事やから、まあでもやりきったな。いただきます。ショートケーキのケーキ感よ、半端ねえな。やっぱケーキってショートケーキよな。うん、すごいうまい。カフェオレがダマになってる、混ぜたのに。うん、黙ってるな。ケーキうまいね。いよいよ明日から私も仕事ですわ。うん、まあでも言ってもね、引っ越しするときとかにまだね、ちょっと1週間ほど休まないといけないんで、仕事はね、だもんで、三が日プラスアルファ1日4日間で正月休みを空けようと思ってます。まあでも横のやつ、あっ、もうここの袖についたわ。それ以外はセーフ、それ以外はセーフです。世の中の皆さん、今日からっていう人もいますからね。4日から働いてる人ね。業種によっては年末年始関係ない人があるもんな。おい、コロッとしちゃってんじゃねえかよ。手をなんか、そういうなんかあれいるやろ。やだ、ベタベタしちゃってる。よし、ティッシュペーパーを持ってきて拭きました。何なんだよこれ、ブレンディの。ブレンディじゃなかったか、スタバのスティックのやつや、どっかの。すげえ黙ってんだよ、カフェオレ。これ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 、やり方間違ってんのかな。熱湯は使用し、どういうこと。え、80度の180度よくかけます。熱湯なんで、熱湯使ったらあかんって書いてある。熱湯なるやろ、そんなままストーブでやってます。火加減できるわけねえだろんやろ。まあいいけど、私もDIY をね、最近日々もう DIY の話しかしてませんけど、ずーっと DIY してるんですよ。でね、まあこれも動画で言ったんかな、わかりませんけど、あの建具、ね、その家具台でね、250万以上来たんですよ。ほんで、でも今俺がほぼ作ってますんで、50万円ぐらいまで下げられそうなんですよ。
200万円を俺がやるってことなんですよ。あの中年パでもその日記でも言いましたが、スキルを買うために道具を買いましたね。 DIY するための道具に私は注ぎましたんで、そのおかげもあってだいぶ作ってるんですよ。あと1個2個作れば、まあ、もう下駄箱もやつはできてませんけど、150、60万浮くと思うんですよ。技術量では職人のね、手間賃やっぱそれが一番高いんだよ。結局木材買ってて俺まだ20枚も使ってないもん。半分ぐらい作りましたよ、もともとの予定のこの冬休みに。だから250万円の半分で125万円、12万5千円もかかってないもんな、材料代。設備投資はしましたけど、もちろんね、そのね、道具とか買うのに DIY のね、DIY もおかしいよなと思ったんですよ。 Do it yourself じゃない、 Do it myself ですよね。私自身でやりますやから、俺から一人称してで言うと Do it yourself って人にやってくださいってことよ。あなたがやってくださいってことでしょ。あなた自身でやってください。自身で言うことで自然で OK だから、Do it myself DIM やと思うよな。意気込みからするとね、まあでも DIY って言いますけども、まあでも本日このね6日間の、ね、正月休み、すべて本当にかけて作ったもの、3メートルの洗面台。作業机、パソコンの作業机の棚を作り、そしてソファー作って、テーブル作って、猫のケージを作って、ベッドも完成した。ベッドもいい感じになりましたよ本当に。今日あの照明器具もつきましてね、完璧、パーペキになりました。まあ、詳しくは中年パでもその日記の方でねやると思うんですけど、無理かかんでよう作ったわ。明日扉とか搬入されるのそうですよ。取り付けないかも別としてな、うちの家のトイレとかその辺の扉がドアが搬入されるんですけども、それまでそれで、ね、片付けてねやっときたかったから、うん、明日どうなるのか。あともう冷蔵庫買いました。これ言ったかな、昼間やつで。まあ、冷蔵庫を350リットルぐらいですかな、400ないぐらいです、買いました。そして冷凍庫110リットルの冷凍庫を別に買いました。まあ私一人暮らしで冷凍物が多いのでし、あのいただき物も結構冷凍が多いので、ね、冷凍庫拡張ということでちょっと小さめの冷蔵庫と冷凍庫っていう選択肢にしました。まあ、450リットルか500リットルの冷蔵庫でうちの家に運ぶのはまあ難しいと。んで、まあ、350リットルぐらいの、350ぐらいかな、300、まあ、400台ぐらいの冷蔵庫でもね、部屋に運んでもらうとはね、プラス1万4000円ぐらい払わなきゃいけないんですよ、設置代としてね。バカでかいのに搬入してもらえばよかったなと思いながら、まあまあでもそんな使わないからな。それが今度の、9日、1月の9日に搬入されます。はい、年が明けたね。いよいよ私の引っ越し、まあ来週っていうわけにはいかないけど、再来週には引っ越しを始めたいななんてね思っております。いよいよパテモスもこの家ともお別れ、おさらば奉行にございます。まあ掃除しては帰ってきますけど、物を運んでね、来週はできればテレビを持っていき、設置し、65インチ UKEL レグザ、テレビがつけばちょっと生活感あるやん。で、毛布とかいろいろと、布団の方も到着しますし、今のままで十分寝れるんですけど OK となりますので、あとパソコンの設置をして
そうですね、再来週には引っ越しし始めてられるようにしたいかなと思って、まあ、住めるようにね、再来週には、向こうに住んでこっちの荷物を運びに帰ってきたりするっていう感じのノリにしたいかななんてね思っております。はい、というパネマス業界ウォーキングデッドを見つつ9時ですけど、もう眠たいんですけども、まあこの動画をスマホで編集して投稿して、まあいつ寝落ちしてもいいような状況で、ウォーキングデッドを見たいなと思っております。という皆様、本日から始まっている方々、1月4日が始まっている方々、ガタガタガタご苦労様でございます。明日から仕事の方、私も一緒でございます。一緒に頑張っていきましょう、本年ね。はい、よろしくお願いいたします。中年バテバテ日記は今度の日曜日ぐらいまでに上げられたらいいかなと思っております。まとめた分もね、年末年始もね、この前の日曜日に上げられなかったのね、はい、もしくはもう2つぐらい分けてね、あの動画再生数ね分散させて小遣いもらおうかなと思ってますけどね、うん、まあ、まあその辺はちょっと動画の撮れ高にもよりたいと思うと思いますので、どうなるか分かりません。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。1月4日のバテバテ協会でございました。皆様、明日からお仕事ガタ私も一緒ですね、一緒に頑張りましょう。ほな。